イエーイ、ありがとうございます、よろしくお願いします。あ、逆、うわ、すげえ、あ、すげえ、なんかすげえ、10人、20人、30人すごい、おはようございます、よろしくお願いします。うわ、右に行く人意外と多い。右ってことはハーです。僕は今日は決めてます。うわ、めっちゃついてる。で、こういうのの置いたりとか過去になかったっけ。並んでいきます。うん、行けそうな気しますもんね。こっちまで来ましたよ、僕。どうでも、はい、来ました。どうでも、どうします、こう並びますか。何でもいいよ、何でもいいよ。ほら、これ僕。はい、どうも、始まりました、ヘブンズドアですけども。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ちょ、ゴミが。ちょっと、大丈夫ですか。え、なに、急にどうした。荷物お持ちしましょうか。あ、なるほどね。マイクもちょっと、あ、ちょっとお前ムカつくか、マイナス10。お前の、そう、なんやろな、魚拓さんすげえナチュラルでしたね。あ、お二人覚えてらっしゃったんですね。え、ほんまに覚えてるんですか。はい、うん、え、じゃあもうご自身の口から言ってくださいよ。ポイントによって誰の家に行くか決めると。そうですね、今回で決定しますよね、はい、もう全ては富吉さんの査定ってことですよね。そうですね、で、今自分の持ち点、残り点、はい、そこまでちゃんと当然覚えてきてるんですよね。これ30点台っていうのは記憶になるんですか。あの、ちゃんと1の位までお願いします。32点。はい、で70点くらい。70点。あの、魚拓さん正解です。残り32ポイント、はい、で、ジローが70ポイント残念、74ポイント、ね、74ポイント、はい、ちょっとね、はい、姿勢どう思いますか。もう前回からずっとそのことだけを考えていったんですよ。生活資金、でもすげえ目を泳いでるんですけど。嘘は、嘘は滞在ですから。大きい締めに書いて滞在ですからね。大丈夫ですか。いやいやいや、当てずっぽうではなく、それはもちろん74ポイントもう、あの、普段しない LINE のやり取りもしたじゃないですか。いつ飲みに行きましょうか。あれもそうやったんですか。もちろん、もちろん。それめっちゃ気悪いんですけど、僕。それ逆にめっちゃ気悪いんですけど。狡猾、意外と。俺、めっちゃ恥ずかしいやん。俺だって、ジロー君、家君と魚拓さんと飲みに行くわとか言って、なんかちょっとめっちゃ嬉しそうに言うてたわ。あれ全部、あれ全部それっすか。まあ、今日の日のためですね。いや、ちょっと俺それはショック。いや、ちょっと割と普通にショックですよね。まあまあ、でもそれはもう、まあまあまあ、でもそこまで必死やということは、まあ、あの、査定に入れときましょう。はい、だから毎朝ないです。ありがとうございます。今日で2人とも今日何がかかってるか分かってますか。いや、聞いてない。聞いてないんで分かんないです。それ聞いた富士さんしか分かんない。今回のヘブンズドア、分かりました、はい、夕食代、夕食代、夕食代ですか、はい、夕食の、はい、夕食はかかってるんじゃないですか。夕食はかかってる。で、温泉入る時間、温泉入る時間、なるほどね。正解は、あの、温泉入る時間です。イエーイ。じゃあ、あのね、これ別に間違ってもいいわけですよ、はい、ただでも俺はすげえ悲しい。なんか1ヶ月かけてそのポイントのことばっかり考えてきたとか、そういう風におっしゃってる魚拓さんが、いや、夕食代もうかけてっから。もうやりましたよね、晩飯。昼食代やってへん。おいおいおい、ああ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 、なんだなんだよ。おい、誠意見せろ、お前。人、お前、なんだお前。そうだろ、な、誠意見せろ、見せろ、ポイントで誠意見せろよ。じゃあ、でも食事とか一緒で、ポイントで誠意見せろ。じゃあ、食事ポイントで誠意、ポイントで、いや、ポイントで誠意見せんのもいいですけど、はい、でも今まで温泉会で晩飯かけたことって、おるおるおる、あれ、全部おい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 、ほな3ポイント30ポイント、だから77ポイントですね。あ、ジロー君は正解ということで、はい、あ、ちゃう、な、ちゃう、30じゃもうだから、じゃあ俺の揚げ足とんのはやめましょう。ややこしいんですよ、そら、数字2つね、ややこしいんですよ、それ。あ、別にいいですよ、揚げ足取っていただいて、どうぞ、すくってください、足を。もうポイントに屈しない方向でいきません。じゃあそれはあかんって。もう自然体でいくのか。おかしなりますもん、やっぱバランス。いや、でも自然体でいったらもう決まりますよ。差が開きすぎてて。じゃあ別にいいですけど。いいですけどね。まあ、頑張りますよ。
え、なんですか、もうそんな嫌っすか。嫌だよ。嫌っすよ、ね、嫌だよ。いや、じゃ、いやでもその嫌なことを散々ね、お二人は強要してきたわけですよ。いや、じゃあ、とめきしんちょはいいじゃん。なんでなんすか。俺らも殺伐としてるよ、家。本当に。本当、北斗の拳みたいな。いや、僕とかほんまにやばいですよ。本当、ルンバしておらんすからね。修羅だよ。本当に修羅だよ。部屋の中は。まあでもさ、さすがっす、京拓さん。今日、うつだにつなげてくれましたね。うまいこと。さすがですよ、もうほんまに。ほんまに、もちろん。ちょっとビビらんかった。ちょっと今、うわ、すげえって勉強になりましたもん、お前。プラス5点。おい勉強、勉強代5点差し上げます。で今俺いくつ85、85増えすぎや増えすぎ。それはその都度都度その増えたり減ったりするんですか、それでも最後に発表されるんですか。あ、どっちがいいですか、後告知か。後告知の方がいい。後告知の気は楽やね、うん、じゃないともう動きがカチカチになっちゃうんで、うん、ああ分かりました。俺こないだ負けたんですよ。え、北陸でどういうか。嘘じゃなくて、相手はどう。いや普通の人、二郎くんと同じぐらいの体型の人で、うん、スリムやね。え自分で言うたちょ、で、キャーってやりましょうっつってやったんですよ。でほんまにこれ嘘じゃなくて、しかもその彼女を連れてきてビデオにずっと、へー、記念にかって思ってたら、いやビデオ判定っつって、でずっと俺のその動画のやつで研究してはったらしくて、多分ほぼ互角か、もしくは自分が上って思ってはって、だからその普通に綺麗にいかへんと思ってて、証拠のビデオって貼って、でそしたらほんまに10分ぐらいずっとやってて、で最後あの弾け飛ぶみたいなやつあるじゃないですか。でビデオ判定したら僕は左足ちょっとだけ先に立って、あ、じゃあついに練習は途切れたと。途切れましたね。ちょっともうすげえショックやって、ちょっとほんまに国民が泣きますね。いや、吉田沙保里みたいなもんですよね。ああ、そうですね、ほんまにマジで。そうです、ね、いや、あれもうほんまに隣に例えばその二郎君やったりとか魚拓さんとかいて煽られてたら俺多分ほんまに泣いてましたね。どうですか。じゃあもう封印しましょう。あ、もうちょっといいんですか。えそれなくすんですか、このくだり。もういいんじゃないですか。まあ、だってまあ負けたでしょ。何の価値もない。チャンピオンでも何でもないし。何の価値もない。いや、クズ。いくつ倍ぐらい。クズ。いや、これだけ引っ張ってきてる。もう負けてしまった以上もゴミクズっす。あー、わかりました。まあ僕、あ、すいません、僕ゴミっすね。いや、そんなことない。トミキさんでも今までずっと勝ってたから、ずっと勝ってたからこそのこの番組でもやばいじゃない。ゴミの中でも最上級ですよ。最上級、最上級もうええわ、もうええわ、お前らほんま、ええかにしとけよ、お前らほんまに。このオープニングだけでマイナス20点ぐらいいってるからな、俺の腹積もりで。分かってんか、分かってんかって聞いてんねん、俺は。はい、びっくりしてるでしょ。俺もどうしたらいいか分からない、この先。ほんまね、どうしたらいいか分からないわ、なんとかしてくれよ。というわけで、はい、我々は今回北斗修羅で戦うということで、はい、久しぶりなんですか、並びは。並びは3ヶ月ぶりぐらいですか。2ヶ月ぶりぐらいですね、多分。だからちょっと和気あいあいとね、仲良くやっていきましょう。はい、はい、というわけで、じゃあ今回温泉ね、勝ったら、はい、1時間負けたら10分ぐらい。ぐらい、まあ、はい、あの悪い口です、まあ、先生ぐらいとか、10分ぐらいってざっくりしてますね、はい、まあ多分10分。いやでもどうせ10分やったら聞かへんでしょ。10分も、10分じゃ、もっと入りてんだよとか言うじゃないですか、多分。自分は約束だけは守ります。守る男です。素晴らしいことやと思います、はいはい、というわけで、我々3人、温泉の時間をかけて、かつどちらの家に行くかね、はい、かけて今日は立ち回っていきますので、はい、最後までご覧ください。行ってきます。では修羅並びで3人心臓が結構強かったりするんで、もしかしたら1台ぐらいは積もれるんじゃなかろうかと思います。1ゲーム学校の時間っぽい、学校が来たのか分かんないけど、昨日ちょっと打ったんですけど3年ぐらいでやめちゃったんで、ほぼ初打ちです。ただでも今回 ART になったから、やっぱりリプレイ率が上がってる。転生の時よりね、リプレイ引っかく率が高いっていうことから、ちょっとしんどいイメージが。あ、何も引いてないのに降格。これジャギみたいじゃない。ジャギみたいな、ここっす、夕方のカイゼルっていうところ。これは通常、もしくは地獄です。地獄、地獄は通常ですね。地獄って久しぶりに来た。定格だったらまだかっすよ、地獄って。なるほど。
初当たりがかりですね、中学生今回で。溜まってないんで全然ダメなんです。その初代北斗の真相初日にまあデータ取り行ったわけですよ。その仕事でね、その雑誌の仕事でデータを取りに行って、俺がクソ負けしてる横で今田中、その当時クス田中が万倍出したっていう、あれからっすね。あれからなんかどうも北斗にハマれなくなって、あそこが全てですよ。しかもその万枚出たっていうんで奢ってもらったおっぱいパブの女の子も派生だったなんか買ってきましょうか。え、なんか飲み物とか買ってきましょうか。いやいや大丈夫ですよ、大丈夫、そういうの、いや、そんな時間があるやったら回してください。あ、回した。じゃあ俺アイスコーヒー。あ、それはもうすでに今自然な流れで買ってこい的な流れで持ていかれたんで。いや、そうや、いや、どうなのかな。いや、アイスコーヒーが今飲みたい。あ、買ってきましょうか。あ、いや、いいね、そんな悪いですよ、悪いです。いや、でも、餃子さんアイスコーヒー飲みたいんですよね。まあまあ、ファミマ。ファミマのアイスコーヒーが飲みたいと。ジローさんも、ジローさんも、あ、そんなこと陰で言っとったんですか。うるせえ、黙って買ってこいよ。ほんま、ええ感じせえ。もうすぐゼロやからな、ほんま。ちょちょちょ
なんでやめたんすか。まだしかも1ゲームカウンター残ってます。絶対当たってんじゃん。いや、違う違う、どうしたんすか、どうしたんすか。我慢が足らん。いや絶対当たんねえよこれ。違う違う、当たりますって。当たるんすよ。じゃあ当たる。普段ゴッドとかもっと当たらんやつ売ってますやん。まだほらほらほら。大丈夫ですよ。いしょ。どこのステージに行くか。帰ってる帰ってる。ここですよ。よは。今中の祭りだ。今。いますよ。今。じゃ。俺なんかだってガックンもしたし、天国スタートやったし。全然ワンチャン。やっぱここの店信頼強かったりしたじゃないですか、うん、そう、ね、そうだからもうちょっとだけ、うん、そういいっすよ、もうちょっとだからと、さあこれチャンスっすよ、これ大チャンス。このステージ、ヒーダー中断中であんま行かないですよこのステージ。ああ、わかりました。あ、やばい、言ったらジャギステージ入って速攻ヒーターってしょったら、じゃあ当たったらアイスコーヒーな。え、だ、二人で行く？え？え、じゃあなんで俺だけだ。じゃあどう返したらいいかわからんわ。なんで当たったら俺、僕がアイスコーヒー買いに行かな。いや頑張ってご褒美。いやそれはもうでもユタさん頑張ってくれたんやから。いや、じゃあよく考えてや。普通や。普通やみんな。全然普通や。一番最初に ART。 いや、そんなん言うたら僕なんか今やばいよ。今中断も引いたから。ちょっとここに入って。あ、多分当たりた、多分当たりました。クワさん強い。多分まあ当たり。本当外れたらもうプラス200点。わかりました。これで外れたらプラス200点。ほんまにそれぐらい当たるから。あ、まあね、まあね、外れようがない、外れようがない。ほら、ほら当たりました。アオーラです。アオーラ。おー、なるほど。今までの、転生みたいな感じか、横行ったらこれが後告知なんですよ。勝負球の数は後告知で、これが完全告知です。じゃあこれでしょう。さあ俺、シュラ初めての ART 行こう。あ、でもこれだとおかずみたいになってるんですよ。だから今魚拓さん今島一ですわ。島スター一番スター今完全島スター。じゃあお前あいつもいいかスポーラー。いや、あのせいね。ちょっと待って、そんなの見たないでしょ。めっちゃ飲みてもめっちゃ飲みてえよ。これはね、減点もなしです。減点もこれ平均何個ぐらい溜まんの。多分自分がいる状態によるって言われてるんですよ。レベルとか AT レベルとか。でも5個ぐらいはいきます。大体5から10ぐらいは。あ、中継で2個か。ターボっていうぐらいだからもうちょっといくかと思ったら大したことなかったっすね。
すごいっすね。これはほんまにすごい。今まで散々敬遠やったから殺意って。あれ姉ちゃん、え、みこけ、うん、あ、みこ何してんの。もう今都会で一番長い雑誌ジャンバリ関東版フリーペーパー読んでるの。都会の情報いっぺん詰まってくから、いっぺん読んでみ。いいな、いいよ、読んでみ、読んでみ。言うと思った。え、うん、持ってる。しかも私のは読み込んでるな、それはな。え、岡田さんの漫画の知ってるか。知ってる、知ってんの、知ってんの。さらにな、これもうこれすっげー衝撃だからね。いくよ、せーの。見た、今見た。ちょっと嫌だった。エロ、うん、え、しかも、うん、かわいいな、こいつ。かわいい、これジャンバリ関東マン、すげーな。すっげーな。友達、みんな知ってっかな。知ってっけ。教えたら、うちら、私ヒーローになれるだよ。ヒーロー、いいな、かっけーな、かっけーな。ヒーローになれて、なれて、なれて、なれて。あ、しかも、あ、ヒーロー。今度あなたがヒーローだと書いてある。今度はあなたがヒーローか。すげーな。ヒーローなっぺ。かぶってる、かぶってる、これヒーローなっぺ。ヒーローなってくっぺ。いくべ、いくべ、いくべ、ほしっぺ。おー、これはいい、いいべ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 、いい